あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。かわいいね、この若さ。エースは返してもらうぞー。望むのアンプガトリング。やってかんぞ。遅いね。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。早いな。兄貴と一緒にここで親族か。ちょっとそこどいてくれるか。アイスブロック。セカンド。ちょっとそこどいてくれるか。張り切ってんじゃないの。あらら。度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこう言ったなってめる。息はあんの、麦わらボーイ。岩ちゃん、離せ、おっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てよ。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの異性の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。じいちゃん、そこどいてくれ。どくわけにいくか、ルフィ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよ、じいちゃん。どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガブ。待て、戦国。私から逃げられると思うな。よっ、諦めるんじゃねえ。俺が白ひげの力だ。覚悟しろ。白ひげめ。この手で叩き潰す。俺はすまさんぞ。の結末は我々の勝利、その二文字だけでいい。覚悟はいいか。食らうがいい。行かせてもらおう。ルフィ、お前ってやつは麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムのギガント風船、処刑台が崩れる。落ちるな。撃て！願い事吹き飛ばせ！爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。戦えるかルフィ？もちろんだ。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。嫌じゃ言うて油断しちょりやせん。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待てルフィ。え？まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。レイゴー。どれ。白ひげ。ごめんなルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だからルフィ、何言ってんだ。エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ。エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。